石膏省古州市はこのほど国際無人航空機イノベーション大会を開催しました。無人ヘリコプターの飛行性能を披露するために空に飛び立ちましたが、司会者がプレゼンを終える前にヘリコプターは突然墜落しました。中国航空工業集団有限公司と石膏省政府は10月23日から25日まで国際無人航空機イノベーション大会を共催していました。 そこで、公衆制裁低空ヘリコプター開発有限講師が自社開発した略奪者という無人ヘリコプターを披露しました。略奪者は中国の無人機のベースセッターの一つと言われており、機体の長さは7.25メートル、高さは2.3メートル、幅は1.5メートル、旋回翼の直径は6メートル、飛行高度は3000メートル、飛行距離は200キロ、最大積載量200キロ、 持続可能な飛行時間は2時間です。同ヘリコプターが飛行デモを行っている最中に突然機種が加水し墜落しました。この突然の事故でヘリコプターの性能を紹介している司会者は驚きの声を上げ現場の看板もローターに壊されました。しかし、新郎石膏の報道によると この無人ヘリコプターの墜落炎上事故は24日に発生し、公式関係者が人為的捜査の不適切から起きた事故で、死傷者は出ていないと言います。これに対しネットユーザーのコメントが殺到しました。ホラーを吹いた。飛行距離と高度にまだ達していないのに落下した。墜落炎上を演じた。今日の午後のショーはまた2機が墜落したよ。さすが自主開発、すごいね。 司会者は気が利いているのか、本当の火災を消防訓練だと呼んでいる。